ます。データ同化研究支援センターの上野です。活動報告をいたします。まず、本センターの設置と目的ですが、設置年度は2019年になります。DS 施設はその前からありまして、2016年から2018年までは、この前身であるセンターでなくて、プロジェクト、データ融合計算支援プロジェクトという形で活動していました。で、業務の内容は、センター名にある通り、研究の支援でして、ここにありますように、大学、研究所、企業の方を対象として、データ同化やエミュレーターの技術の開発と応用の相談を受け付けるということをしています。で、相談は、面談、対面または Zoom で、最近は対面の場合が復活してきました。相談は初回無料になります。少し説明を落としましては、データ同化というのは、データの情報からシミュレーションの入力変数、パラメータを修正し、精度や性能の向上を図ること。青文字のシミュレーションはこのキーポイントになっているので青くしています。エミュレーターというのはシミュレーションを模倣する計算量の少ないモデルを構築して効率的に設計や不確実性評価を図るというもののものです。はい。で、これは今年度のメンバーです。上からずっとありますが、青文字は今年度からの新規のメンバーで、林智恵さんが特任研究員として配置されました。他の方は従来と一緒です。で、これは研究相談のリストを近年のものをざっと並べて示したものです。下のものほど新しいので、下の3つ、青くなってますが、下の3つが今年度の相談のタイトルと、そこの、所属機関を書いています。で、上から2つ目のところ、青くもう1つしていますが、これは相談自体は、2018年にあったものですけれども、初回の相談は2018年ですが、その後、共同研究を続けまして、この後の説明、プレスリリースのところなどで出てきますので、きっかけはここですが、この後も研究を続けて、このような形になりましたという意味で、青くしています。はい、プレスリリースですが、今年度2件行いました。1つ目のこの紹介ですが、太陽風の観測地からオーロラの広がりや電流の強さを瞬時に予測可能なエミュレーター、サムライ2を開発したというものです。このウェブのページを見ると小さいので、ポイントだけを黄色のところで書いてみますが、これはエミュレーターの開発、つまりオリジナルの物理シミュレーションを簡素化したモデルを作ったというものですが、その結果、オリジナルの物理シミュレーションの約100万倍の高速化に成功し、これまで30日かかっていた計算が数秒で出力できるようになったというものです。この結果を使うことで、高度な宇宙天気予報への発展が期待できます。この内容ですが、エミュレーターサムライ2の従来はですね、太陽風時系列データを入力として、物理シミュレーションというのは物理方程式を数値的に解くという意味ですけれども、物理シミュレーションをもとに計算して、出力結果としてオーロラ電流計二次元分布の時系列を得るというのです。で、これ従来はこれを得るのに30時間かかったというものを、今回はもう少し時間を短縮すると思うので、エミュレーターを用意しました。で、エミュレーターに対してシミュレーションのアウトプットに毎処理を施したものをトレーニングさせます。で、その結果、このエミュレーターからの予測は可能になりまして、同じようにオーロラ電流計を得るんですが、これが数秒で得ることができるようになったというものです。で、プレスリリースの2つ目になります。核融合プラズマのデジタルツインによる予測制御の初実証。で、これも要点を黄色のところに書いてあります。データ同化を利用した、新たな予測制御システムを開発して、その制御能力を世界に先駆けて実証しました。で、これにより、核融合炉制御の基盤技術になることが期待される。基盤技術になると睨んで、現在も我々は研究を進めているものになります。これの内容をちょっと説明するんですが、まず、核融合プラズマですけれども、この写真は、核融合核技術研、核融合核研究所からお借りしたもので、
ラージヘリカルディバイス、LHD の写真です。中央に、ドーナツ状のものがあるんですよ。このドーナツ状のサイズが、これ直径が13メートル程度のもので、ここは体育館のような広い部屋になるものです。で、このプレスリリースを行ったところ、右側、岐阜新聞でこのような形で取り上げていただきました。核融合プラズマの制御システム開発、データ活用で世界初というものです。で、これの内容ですが、イメージ図で説明しています。核融合プラズマのデジタルツイン、デジタルツインとは何かと聞かれるので、左側にそのイメージ図が書いてあります。左側の青い中に、左側の図のさらに左側にロボットが立っているのが見えるかと思います。で、このロボット、名前、アスティ君というんですが、アスティの名前は、アシミュレーションシステムフォートロイダルプラズマインテグレーテッドシミュレーションの頭文字を選んでいくと ASTI で名前はアスティです。で、このアスティ君の図見ると、頭の上に少し、オレンジ色のリングが見えると思うんですが、このオレンジのリングというのは、アスティ君の頭の中には、プラズマ実験装置のシミュレーションが組み込まれている。で、アスティ君はレバーの前に立ってますけど、この機械のには実際のプラズマ実験装置をつながっています。つまりこれは実際のプラズマ実験装置からの実データを得て、それをアスティ君の頭の中でデータ同化して精度を高めた上でレバーを握る。で、レバーを握るのはこのプラズマ実験装置を希望な変化、変動させたい。希望する温度変化をさせたいという形でレバーをこのラスティヒムが動かして上手に制御する、そういうイメージのシステムを作りましたというものです。右側の方の図はですね、図2の方ですが、これはアスティヒムの頭の中を具体的に書いたもので、多数のシミュレーション、アンサンブルの形で実行し、状態の予測をリアルタイムという意味は、プラズマ実験装置の運転と同時にやっているということを示しているものです。はい、でこれですけれども、この研究は研究支援を2018年にスタートしていますが、実際はその後、共同研究として続けたものです。で、研究支援と共同研究で何が違うかというところでちょっと書いてみたんですが、研究支援というのは標準的なデータ同化の方法、こういう方法であればできますよという形で、いわば型通りというか、ほぼ出来上がったものをお伝えするというものですけれども。共同研究に進むという段階となると、今回の場合は制御過程というのを組み込みたいというところで、共同研究という内容に実質的になったと考えています。これはどういう意味かと言いますと、標準的なデータ同化の方法では、そもそも対応できないというものでした。で、どういう要望があったために対応できなかったかというところが下に書いてあります。青いところですが、実システム、今回はプラズマ実験装置の運転のスケジューリングをしたいと。で、当然ながらスケジュールですから、スケジューリングは運転前に済んでいる必要があると。で、運転前に済んでいるというのは非常に大きな縛りですね。運転前ということはデータが得られてないと。だから、データ同化するにはデータが必要ですけれども、データが得られる前に何かデータ同化的なもので、上手なスケジューリングをしたいと言われると、データまだないんですよねというところで、ちょっと考え直さないといけない。そういう状況に陥るわけです。で、3つ目はですね、これはデータ同化でよく起こることなんですが、シミュレーションモデルの時間、計算時間がかかる、計算コストが大きいことが非常によくあるケースなんですが、そのためにやり直し、計算のやり直しはしたくない、時間正規分のやり直しはしたくないという要望を合わせて、これを踏まえて、共同研究として進めたものです。で、どういうふうに解決したかというのは、時間があれば詳細に言いたいところですが、ここでは枠組みだけ紹介したいと思います。今、ここで青い枠が書いてありまして、一般的な同化データ同化では、観測データを同化して、シミュレーションの変数、つまり状態変数と呼んでますけれども、シミュレーションの変数の推定をして、予測や解析に役立てるというものが一般的なデータ同化の枠組みです。で、このデータ同化は、気象や海洋の分野で広く使われているのですけれども、今回の応用先の核融合分野では、予測解析も、もちろん大事ではあるんですが、制御が大事であると。そのためにこの枠組みを拡張するという必要が出てきました。で、この拡張結果が今お見せしているわけですけれども、赤い四角が増えています。制御と書いてあります。で、この制御の四角の中には、目標状態同化ということも書いてありまして、目標状態という新しい物理量というか量を定義しまして、それを
使うことで、それをデータ同化の枠組みとして合わせ込むことで、上手な制御が、適切な制御ができるように拡張したという枠組みを作って、今回のもともとの枠組みでは無理だったものを解決しました。まあ、ちょっと、ね、標語的に言いますと、従来のデータ同化は、シミュレーションモデルの結果がデータと合わないからモデルを改良しましょうという意味で、データ待ちの状態である、いわゆる言ってみれば受動的な位置づけの方法なんですけれども、今回はプラズマ実験装置が対象なので、対象に対して能動的にアプローチすることができる、つまり希望のデータを作ることができる、アスティ君がレバーを動かすことができると、そういうような設定ですので、この自動的に加えて能動的な機能を加えた新しい枠組みを作ることで解決しました。これですね、このスライドは今までの話とちょっと別で、今年度実施した講習会としてデータ同化夏の学校2023についてもです。8月の7日から10日まで3日間、青森県むつ市で合宿の形で実施しました。これは写真いご覧いただければ分かると思いますが、結構な人数の、イベントでして、一つの機関や一つのグループで対応できるものではありませんので、主催をデータ同化夏の学校実行委員会、これは有志の集まりです。それに共催機関として、日本海洋科学振興財団、同数県リーフ施設がそれぞれリソースを持ち寄って、このイベントを実施したものです。はい。で、これで活動報告のまとめとしたいと思います。研究相談ですが、まあ、従来、標準的には面談で行ってますが、この写真になるように出張の形での研究相談も行ってます。これは学会会場、まあ、スター会場とか展示会場のところにブースを出して、研究相談やこの DSCS での宣伝の活動をしているところです。プログラムの翻訳、高速化は今回説明しませんでしたが、これについても日常的に進めているものです。講習会は夏の学校の話をしました。一番下、酵母型供養研究ですが、ロイス DS ジョイントにももちろん参加しておりまして、これらの成果がこの後のポスター発表で発表されると思います。右側は研究相談の申し込み方法がありますので、これを見てウェブをご覧ください。説明は以上です。